なんとトマトやキュウリの5倍。レモン果汁やキュウリよりもビタミン C が豊富に含まれているんです。ゴーヤの苦味成分はモモルデシンと呼ばれ、夏バテ防止に効果的なんです。お世話になっておりますチーム R2 管理栄養士の植田幸子です。今回は夏の食材ゴーヤを用いた定番料理ゴーヤチャンプルーの作り方をご紹介いたします。ゴーヤの苦味が苦手という方もいらっしゃるかと思いますが、今回はゴーヤでしっかり下処理してゴーヤの苦味を和らげた食べやすいレシピとなっております。また塩コショウ、お醤油とシンプルな調味料で味付けして素材の味を生かしたレシピとなっております。では作り方をご紹介いたします。どうぞ。このようにキッチンペーパーを 2,30 にして豆腐を包みます。そして上からバットをかませ、重しをします。これを1時間冷蔵庫に入れて水切りしていきます。ゴーヤはヘタを落とし縦半分に切ります。綿と種があります。これをスプーンを使って、取り除いていきます。先ほど切ったゴーヤに砂糖小さじ1/2と塩小さじ1/2を、そしてお箸で混ぜ合わせていきます。なぜ砂糖とお塩を加えたかというと、ゴーヤに味付けするためとゴーヤの苦味を適度に和らげるためにこの砂糖とお塩を入れました。豚バラ肉の薄切りは先ほど 2,3 センチ幅に切りました。分量外の塩コショウをして下味をつけていきます。フライパンでサラダ油を中火で熱し、まず豆腐だけを炒めていきます。このように両面が焼けたら一度バットに取り出してください。フライパンはそのままでごま油を足し入れます。ゴーヤを炒めていきます。ゴーヤに8割か9割ほど火が通れば、先ほど豆腐を入れたバットに取り出してください。豚肉をほぐしながら中火で炒めていきます。豚肉にほぼ火が通れば、先ほどのこの具材を戻し入れてください。さっと全体を炒め合わせ、分量外の塩コショウをして下味をつけていきます。溶き卵1個分を流し入れます。ここでのポイントは、卵を入れた後は10秒待ってください。少し待つことでお肉やゴーヤに卵がしっかりと絡まってくれます。はい、完成いたしました。ゴーヤには砂糖とお塩で下ごしらえして苦味を和らいでいるので、苦味が苦手な方でも美味しく召し上がることができます。また豆腐、豚肉、卵とタンパク質豊富な具材をたくさん使っているので、旦那にぴったりの、ゴーヤチャンプルーとなっております。ぜひ作ってみてください。ゴーヤと聞くと多くの方がイメージされるのは、あの独特な苦味だと思うのですが、その苦味の中には嬉しい栄養効果があるんです。
では今回もフリップを使ってご説明いたします。ゴーヤの苦味は栄養の宝庫。ゴーヤの苦味成分はモモルデシンと呼ばれ、夏バテ防止に効果的なんです。胃腸の粘膜を保護したり、食欲を増進させる効果があります。また神経に働きかけ、気持ちをシャキッとさせる効果があります。暑さで気持ちがだりやすい今ですが、ゴーヤの苦味で元気になりましょう。他にも嬉しい栄養成分があります。ゴーヤはビタミン C がとても豊富な野菜なんです。なんとトマトやキュウリの5倍、レモン果汁やキウイよりもビタミン C が豊富に含まれているんです。このビタミン C の効果なのですが、コラーゲンの生成を助けてくれて、メラニン色素の過剰生成を抑えてくれる美肌効果があるんです。外に出る機会が多いランナーさんには嬉しい効果ですね。また疲労回復や感染症予防の効果もあります。またビタミン C は熱に弱くて壊れやすいのですが、このゴーヤは炒めてもビタミン C が壊れにくいんです。この今回のゴーヤチャンプルは理にかなった料理ですね。以上、ゴーヤの栄養素の説明でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。